はい、こんにちは。マーチャンネルマイハラです。はい、今日はこちらですね。うん、ゾイドワイルドです。はい、ということで、しばらく前に出てましたゾイドワイルド、うん、今回作って遊んでいきたいなと思います。はい、じゃあ、早速作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがギルラプターですね。うん、ディノニクシュシュって言うんだね。恐竜だね。恐竜ベースですね。うん、でラプターなんで、あのまあ素早いあの恐竜、うん、あれですね。はい、でここに人乗ってますね、うん。ライダーね。はい、ライダー乗ってます。かっこいいね。かっこいい。赤いね。すごいね、作りやすかったし、かっこよかった。うんうん、パパは今回全部作っちゃったんだけど、うん、レシンくん忙しかったからね。うん、はい、確かに忙しかったよ。それで背中の部分にスイッチがあるんで入れてもらっていいかな。うん、はい。オン。あ、こんな感じ。すごい。こんな感じで歩きますね。うん、これね、口も動くし、尻尾も動くし、すごいすごい。すごいよね。うん、このね、ちょっとずつ動く感じがね、すごい気に入った。うん、ジャ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 とかうるさいタイプじゃないこれ、うん。すごいね、音が静かでいい。あ、目も動くんだ。そう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 。それでワイルドブラストあります。うん、ここがね開くの。これ。うん、おお、すごい。あ、動いた動いた。これハサミがね、ショキンショキンと。これ進撃した。進撃した。めっちゃかっこいい。うん、進撃した。なんで2回も言った。いや、かっこいいかな。かっこいいからね。はい、続いてワイルドライガーですね。うん、これはライオン種ですね。お。でね、ワイルドライガーは墨入れしました。すごい。なのでちょっとところどころこう黒い線が入っててね、うん、いい感じになったと思うんだけど、ちょっと汚れた感じも出ていいでしょう。うん、墨入れはこのタミヤの墨入れ塗料ブラック、これ使いました。うん、でその後にこのタミヤのラッカー溶剤、うん、これでこの線以外のところを綿棒でこう拭いた感じ、おー、うん、でございますね。うん、昔スターウォーズのプラモデルでね、うん、やってた方法と全く一緒です。ちなみにこのワイルドライガーは、うん、1000機のゾイドを短期で破壊したらしいです。そうなの、うん、1000機も破壊したの。そう、1000機すごいね。じゃあワイルドライガーも動かしてみようか。うん、これね、このお尻の部分がスイッチになってるんで、これをこういう感じ、おおおおお、あ、ワイルドブラスト自動でした。自動、すごいすごい。さすが主人公。あ、ちゃんと顔も動いてる。うおお、すごいかっこいいよねこれ。かっこいい、かっこいい。すごいテンション上がる。うん、おう、さっきも言った通り音が静かなのがすごくいい。うん、ちなみにこの前のライブ配信で作ったね、うん、カブタ、これねちゃんと動きました。うん、レシブがちょっと組み立て見せてたみたいで、うん、直したね、ちゃんと直した。やってみて。ワイルドブラストの時やります。はい、こうやってね、うん、ダンダン、ちゃんと本当に昆虫っぽい動きでしょこれ。しかもこれね、ちゃんと挟んだりするの。俺はゾイドワイルドのギルラプター。ラプターって言ったら例の恐竜のラプターだ。ジュラシックワールドじゃねえぞ。あれはブルーだったが、俺はレッドだ。これで人類を恐怖のどん底に貶めてやる。お前は。私は短期で1000機のゾイドを破壊したワイルドライガー。1000機だと。知ってるぞ、その噂聞いた。だがお前の必殺技キングオブクローさえ食らわなければ俺は必ず勝てる。行くぞ、ドドド、瞬撃だぞ。だが全く効かない。わあ、そんなバカな。俺の瞬撃殺の怖さは歩いてからわかる。行くぞ。うわあ、どうだ、これからお前に近づいていくぞ。どうだ。だが暗い、キングオブクロー。クラちゃん、見たか俺のキングオブクロー。はい、ということで今回はゾイドワイルドのワイルドライガーとギルラプターでした。はい、ということで今回の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。